皆さんこんにちは。昭和の大相撲、3回の物言いがつき、合計4回も相撲を取った挙句、ようやく勝敗がついた取り組みをご存知ですか。うっちゃり4連戦と言われ語り継がれている霧島対水戸泉戦ですね。力士水戸泉雅人の歴史を振り返りながら、うっちゃり4連戦について紹介していきましょう。しこ名水戸泉雅人、本名小泉雅人、愛称水戸ちゃん泉ちゃん、生年月日1962年9月2日、出身茨城県水戸市、身長194センチメートル、体重192キログラム、所属部屋高砂部屋、得意技突っ張り、左四つより上手投げ、生涯戦歴807勝766敗162球、幕内戦歴530勝556敗99球、優勝回数幕内最高優勝1回、十両優勝1回、幕下優勲1回、受賞歴殊勲賞1回、敢闘賞6回。水戸泉といえば、天井に向かって豪快に塩をまくパフォーマンスで人気を博した力士ですね。中学生時代は母の勧めで柔道に打ち込み、初段になる腕前の持ち主でした。入門のきっかけは1977年の暮れに力士のサイン会に行ったことです。水戸泉は貴乃花のサイン会だと思っていたのですが、実は高見山と富士桜のサイン会でした。この時高見山に、大きいねえお相撲さんにならないかいと勧誘されたのです。数日後には高砂親方からも勧誘され、入門の決断となったのは、入手困難だった29センチの靴をもらったことでした。水戸泉のしこ名の由来は、出身地の水戸、本名小泉、そして枯れることなき泉のごとく出世をという願いを込めて高砂親方が命名しています。1978年3月場所で初土俵を踏みました。1984年9月場所新入幕、入幕3場所目で11勝し、初の3勝である敢闘賞を獲得します。しかし1985年5月場所前に交通事故を起こし負傷してしまいました。その結果2場所連続負け越して十両に陥落。水戸泉のこの事故がきっかけで、現役力士の自動車運転が禁止されるようになりました。1986年3月場所再入幕、5日目から11連勝で12勝3敗で敢闘賞を獲得し、5月場所は負け越してしまい、9月場所は関脇になりました。この場所大野国との対戦で左膝側側副靭帯を断裂する重傷を負い、3場所連続休場を余儀なくされ十両に落ちています。1988年3月場所再入幕を果たし、9月場所には小結びで一横綱一大関に勝ち、10勝5敗で殊勲賞を獲得しました。水戸泉の復活劇に大きな飛躍が期待されていましたが、またしても大野国との対戦で左足首を負傷してしまったのです。今回の負傷はテレビ中継でも左膝が腫れているのが見てわかるような重傷を負い、医師からも相撲はもう諦めるしかないと言われたほどでした。一時期は引退も考えた水戸泉ですが、療養に訪れたリハビリ施設で自分より若くして重度の障害を負った人たちの前向きな姿に励まされたことと、親孝行したいという思いで土俵に上がり続けたと語っています。1992年7月場所幕内昇進後初日から自身初の7連勝の快進撃で白星を積み重ねていきます。実は場所前に行われたヨーロッパ遠征を水戸泉は腰痛により休場していました。そのためヨーロッパから帰国したばかりの力士たちはハードスケジュールと時差ボケに苦しみ、調整不足のまま場所を迎えていたのです。さらに場所前に新大関の明けぼのが稽古中に左足小指を痛めて電球したのも、水戸泉にとって大きなチャンスとなりました。優勝争いの単独首位を走り、快進撃を見せた水戸泉は初めての平幕優勝をつかむことができたのです。くしくも当時の高砂親方である藤錦式が現役時代の1964年に平幕優勝した時と同じ名古屋の土俵だったそうです。翌1992年9月場所は西張出し関脇に昇進し、この場所でも8勝7敗と勝ち越し、7月場所の優勝がまぐれではなかったことを証明したのです。1992年11月場所は成績次第では大関取りとなる予定でしたが、またしても左足の負傷で1勝12敗2休に終わり平幕に下がってしまいます。
1999年5月場所では十両に陥落し、その後幕内に戻ることはできませんでした。その後も蔵前国技館で幕内を務めた最後の生き残り力士として38歳まで現役を続けた水戸泉でしたが、2000年9月場所を最後に引退し、年より錦戸を襲名しています。水戸泉のエピソードを紹介しましょう。水戸泉といえば豪快な塩巻きですが、きっかけは何だったのでしょうか。それは新十両の時、付き人の天海富士から言われたことから始まります。勝ち星に恵まれない時はせめて塩だけでも景気よく巻いたらどうですかという進言により、大量の塩を巻くようになったのです。初めの頃は1回目から大きく巻いていましたが、後に制限時間いっぱいの時にのみ大きく巻くようになりましたね。実はこの1回に取る塩の量はなんと 600g と言われています。ロンドン公演ではソルトシェーカーと紹介され、日本でも水戸泉といえば豪快な塩巻きとして定着していましたね。同時代で水戸泉同様に大量の塩を巻く力士には朝の若がいました。この2人の対戦した際には、豪快に巻き上げる水戸泉と叩きつける朝の若の両者の塩巻きに観客が沸いたのが印象的です。塩を巻いた後に顔、回しを強く叩いて気合を入れる仕草も特徴的ですね。しかし水戸泉自身は無意識に始めていたもので、ある日飲み屋で居合わせたファンに言われて初めて気づいたそうです。1992年の優勝パレードでは、当時大関で優勝を争った小錦が優勝旗の旗手を務めました。大関力士が下位の力士の優勝で旗手を務めることは珍しく、小錦は一部から天下の大関が平幕力士の旗手をするとは何事かと批判を浴びていましたね。しかし実は小錦が旗手を買って出たのでした。高砂部屋入門時から小錦にとって水戸泉は共に下積み生活を送った間柄であり、良き相談相手で兄貴分でもあり、また入門時から長く稽古相手をしていた中でした。小錦は僕の3回の優勝のほか、先場所1992年5月場所では曙の騎手までさせてしまった。水戸関は僕の恩人だから誰が何と言おうと僕が旗を持つ。これまで俺が優勝した3回とも水戸関が騎手をやってくれた。これは本能返しさと小錦が恩返しの意味で自分から騎手を願い出たことだったのです。心が温かくなるエピソードですね。水戸泉得意の左四つ右上手の体勢になった際の強さは圧倒的なもので、パワフルな釣り気味の寄りを得意としていました。右上手投げの威力も絶大であり、横綱貴乃花を投げ飛ばしたこともあるほどです。さらに自分の付け人でやめようとしている力士がいると屋台に飲みに連れ出して説得していた水戸泉。俺も昔は弱かったんだよと語っているうち、自分が泣き出してしまうことが多かったことから、知らず知らずのうちに泣きの水戸泉のあだ名が付けられていました。入門当時有形無形の差別に悩まされていた小錦もこの水戸泉の涙にほだされた一人だと語ります。入門当時水戸関だけは差別なく優しく僕に接してくれたと発言しており、水戸泉の思いやりのある人柄を称賛していましたね。水戸泉の印象的な取り組みといえばもちろん3回の取り組みをした霧島戦ですね。1988年5月場所初日の霧島戦、当時前頭7枚目の霧島と同8枚目の水戸泉の対戦です。1回目の取り組みでは寄り倒しで水戸泉の勝ちかと思いきや、土俵際での霧島のうっちゃりにより同時に落下、物言いがつき、この取り組みは取り直しとなりました。2回目の取り組みでは寄り切りを仕掛けた霧島に対して、今度は水戸泉が土俵際でうっちゃり、力士でなかったら2人とも大怪我でも不思議ではないような体勢で土俵下まで落下したのです。霧島に軍配が上がったものの、再度物言いがつき取り直し、3度目の正直となる3回目の取り組みは寄り切りで水戸泉の勝ちと思いきや、なんとまた土俵際で霧島がうっちゃり、軍配は霧島に上がったものの、これまた物言いがつき取り直しに。そしてまさかの4回目、霧島は土俵際でうっちゃりを仕掛けましたが、さすがにこの日4回目の相撲で疲れも出たのか、若干早く落ちてしまい水戸泉の勝ちとなりました。会場のお客さんたちもめったにない3回もの取り直しに沸いていましたね。水戸泉は幕内在位79場所で休場が99回という記録は、横綱大関を除けば当時過去最多の休場数であり、
怪我のデパートと言われたこともありました。引退後、協会内では長く審判委員を務め、現役時代の1998年には六代高砂と養子縁組し、一時は高砂部屋の後継者に指名されていましたが、婚約破棄問題で辞退しています。2002年に高砂部屋から分家独立し、錦戸部屋を創設しました。ソルトシェーカーと言われた水戸泉は、相撲界に歴史を刻んだ力士の一人です。断髪式の際には470人もの参列者がハサミを入れ、これは史上最多の人数です。水戸泉が多くのファンから愛されてきた証ではないでしょうか。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。